昭和62年台風第12号は、1987年8月に発生し、日本に接近した台風である。進路図8月22日9時、グアム島の遥か南海上で台風12号が発生した。23日までは、毎時 20km 前後で精神していたが、24日になると震度を西北西に変え、25日3時には、 中心気圧960ヘクトパスカル、中心付近の最大風速秒速40メートルとなり、中型で波の勢力となった。その後はやや速度を落として、北西進しながら、さらに発達し、26日21時には、中心気圧915ヘクトパスカル、中心付近の最大風速秒速50メートルと、大型で非常に強い台風にまで成長した。 27日21時からはゆっくり北西進を続けたが29日3時からは毎時 15km となりやや速度を速めて北北西に進んだ29日21時には宮古島の東約 80km の海上を北上して東、シナ海に入ったその後も大型で非常に強い勢力を維持しながら東、シナ海を北に進み 30日9時には、奄美大島の西海上約 350km を北上し、30日15時過ぎには北緯30度を超えた。台風は北緯30度を通過後、毎時 35km と加速しながら北北東へ進み、31日0時には、長崎県福江市の西およそ 90km の海上を通り、31日4時頃には、 津島のごく近くの再開場を北東進した。その後、日本海を北東に進み、31日21時に秋田県沖に達して温帯低気圧に変わった。9月1日には北海道宗谷地方を通過し、日本列島から遠ざかった。九州地方はこの台風の危険範囲に入ったため、福岡市で観測史上1位となる。 最大瞬間風速秒速49.3メートルが観測されるなど、九州北部沿岸で記録的な暴風が吹き荒れた。危険範円に入った九州地方や中国地方では、暴風による記録が各地で観測されており、4年後の平成3年台風第19号も上回る風速も観測されている。なお、現在までに北海道宗谷地方を通過した台風は、 この台風のみである、ありがとうございます。